皆さんこんにちは。今日はですね、知ってるあなたは優秀、最強のダイエット食材をご紹介したいなと思います。結論から言うとこれですね。これはい、ポージュトンの、ヒレですね。これ何がすごいかっていうと、簡単に言うとこれレア、刺身で食べれます。はい、豚肉が刺身で食べれるってやばくないですか。はい、まあ、なんでかっていうと SPF 豚っていうんですけど、 SPF っていうのが特定病原体不在っていう意味で、このホージュトンに含まれる悪玉菌がなんとマグロの刺身より少ないという、まあそういった意味でもマグロのお刺身食べるよりこっちの方がより健康で安全ですよっていう意味で、ちょっと今日は調理も含めて、皆さん最後まで見てください。それじゃあやっていきますか。いやこれでもすごいっすよね。これ注文すら別にこれ案件じゃないですか、ね、案件じゃないです。もう概要欄の方にも貼らないです。はい、いやだってもうこんな感じで頼んだ時点でここに書いてあるんですよ。レアで食べれるっていうのがもうそれが売りなんですよ。これ豚肉がレアで食べれるで、焼きすぎない、ほら火を通しすぎないようにお召し上がりください。もうこういう豚なんで珍しいんで、皆さんまあよかったらぜひ見てください。じゃあやっていきますか。まあ、最初、まあ、これを、これキッチンペーパーで、まあ、めちゃくちゃ簡単なんで、で一応、悪玉菌がないとはいえ、その調理してる段階で、このまな板とかにやっぱり菌がついてるんで、この表面だけは、火を入れます。なんで、どっちかっていうと、刺身っていうか、まあ、叩きですね。で、今回は食べたいと思います。ちょっとまあ表面の余計な水分を取って、でこのなんかヒゲついてるんですよ。このヒレ肉ってこのサイドに、これは取っちゃっていいです。あとこれ実はかやさんで僕も知ったというここにヒゲが2つついてるんで、これ取ってあげて、でこれは、筋が多いんで後で、この斜めにカットします。でこんな感じでここに筋がついてるんで、これがで、叩きで食べた時に結構硬いんで、これだけちょっと取ります。これですね、ちょうどこれ、こいつが硬いんで、まあ、そんなに神経質になって取らなくてもいいんで、ちょっと気になるこの辺を取って、すごいシュールですねすぎて言葉がなくなるという。レアで食べてる時に筋が口に残るのも嫌じゃないですか。だからまあ僕はこんな感じでしっかり取ります。でまあこんな感じである程度筋取ってあげれば、まあ、全然食べれるんで、そしたらこれを一回切って、そしたら一回お湯を準備します。いやこれしかもヒレ肉で脂身がめっちゃ少ないんで、あ本当ダイエットにいいっすね。しかも簡単なんで、で脂身が少ない肉ってやっぱり火入れすぎると硬くなるじゃないですか。だからレアで食べるとなんかより柔らかくて、美味しいっていう、まあそういうメリットもあるんで僕は結構使います。ここで一旦待ちます。はい、その間にで豚肉を火入れたら氷水に入れたいんで、それでギュッと締めたいんで、お湯を準備しながら、氷水準備します。でしばしお待ちをお湯が沸いたんで、ちょっとやっていきます。こんな感じで
凍したお湯に入れていきます。まあ表面が白くなってくるんで、表面が白くなったら OK ですね。だいたい30秒から1分、1分長いかな、まあ、30秒くらいですね。もうこういうちっちゃいのが OK です。こんな感じで周りが白くなるんで、そしたら OK です。そしたら火止めて、で氷水入れて締めます。そしたら取り出して、やっぱ水分がでも取ります。しっかり取らないと、結構こう醤油につけて食べるときに水分しっかり取らないと味がボケちゃうんで、これがそのさっき、出し切れってやつなんですけど、ここに筋がいっぱいあるんでちょっと硬いんですよ、こっちに比べて。なんでちょっとこう斜めに切ってあります。これはこっちですね。やっぱメインはこっちなの。僕はだいたい毎回肉系は 200g ぐらい取ります。こんな感じで、まあ、だいたいこれで200ぐらいだと思うんで、ちょっと2倍悪かったら逆にこれつなげてあげて、ちょっとこう丸めてあげて、まあ自分で食べるにはそんなに神経質にならなくていいですけど、こんな感じでちょっと開いて、見ればいいです。こんな感じでとりあえず OK です。じゃあこれを実際に食べていきたいと思います。一応、まあ、調理の方はまあ簡単で、やっぱりまな板とか空気中には菌がやっぱりあるんで、だからそれが袋を開けた時点で、表面についちゃうんで、一応、表面はしっかり火は入れてあげてます。はい。で、まあ、厳密に言うと叩きで食べるっていう感じですね。はい。じゃあ実際にこれを食べていきたいと思います。はい。じゃあ早速、食べていきたいと思います。今日はね、まあ、知ってる人多分結構少ないんじゃないですかね。この宝珠豚のたたきを食べたいと思います。で、僕のおすすめは甘醤油ですね。はい。馬刺しとかでよく甘醤油つけて食べるんですけど、普通の醤油に比べてちょっとこう甘い醤油ですね、まあ、これを僕はいつもかけてます。これがめちゃくちゃ相性がいいんで、はい。じゃあいただきます。全然レアです。でもまあ周りにはしっかり火は入ってるんで。そうです。いただきます。やっぱこれですね。はい。やっぱレアで食べれるってやっぱめっちゃいいっすね。ヒレ肉って火を入れたらすごい硬くなるんですよ。で、僕もちょっと硬いお肉ってあんまり好きじゃなくて、まあそれでもやっぱりこう脂身を抑えてダイエット中とか減量中は食べなきゃいけないんで、そういった時にすごい宝珠豚役に立ってます。はい。なんでもしダイエットしてる方とか体作りしてる方、いましたら、ダイエットの楽しみの一つとして宝珠豚ぜひ使ってみてください。まあこんな感じで、今日は知ってるあなたは優秀、みんなが知らなかった最強ダイエット食材宝珠豚を紹介させてもらいました。そしたら皆さん、また次回お会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。